本日は八王子駅に来ています。今回の動画では神奈川県のど真ん中を南北に貫く相模線を取り上げていこうと思います。それではまず相模線の始発駅でもある橋本駅に向かいましょう。橋本に到着しました。目の前に止まっているのは相模線で使用されている205系500番台です。12時14分列車は橋本を出発しました。今回は途中下車を何回かしていきますが、途中下車なしで行くと大体1時間ぐらいで完乗することができます。東京近郊区間の大回り乗車へ乗れる最後の205系は相模線の205系になっています。右手には丹沢山地を見ながら走行します。途中磐田駅で反対方向から来た列車を待ち合わせします。お、これはちょうど新型車両の E131系500番台ですね。列車は原大間に到着。普通の読み方ではないですね。総武台下駅に到着。駅の西側には田んぼが広がっています。東側には比較的住宅が密集しているようです。お、そして反対側から橋本駅がやってきました。これは私たちが今乗っている形式と同じ205系500番台になります。橋本を出発して30分ほど走行して列車は海老名に到着しました。この駅は小田急線の乗り換え駅でもあり、最近小田急ロマンスカーミュージアムがオープンしたことでも話題になっています。反対側からライトが見えてきました。ちょうどこれは100周年ヘッドマークをつけた R1 編成です。相模線では去年の9月28日にちょうど100周年を迎えた路線でもあります。そして橋本駅の到着と同時に今まで乗ってきた茅ヶ崎行きが発車していきました。そして後から来た橋本駅も続いて発車します。後で追いかけてあのヘッドマーク編成に乗りに行こうと思います。まあちょっとお昼ご飯を食べに行きます。腹ごしらえをした後はこのまま茅ヶ崎を目指します。またまた反対側から橋本駅がやってきました。これは新型車両の E131系500番台です。反対側から列車が到着すると同時に列車は海老名を出発しました。
あれ、神奈川県から30分もしないうちに四国に来ちゃいました。っていうのは冗談で、列車は相模線の香川駅に到着です。読み方も四国の香川と一緒の駅なんです。ここで乗ってきた列車を見送ります。下車院で川集めをするためです。そして一駅戻って寒川を目指します。まあ、3分もしないうちにすぐ寒川に到着しました。香川から寒川まではたった一駅です。18切符に寒川の下車員をもらって降りてきました。ちょうど乗ってきた橋本行きが発車していきます。そろそろヘッドマークをつけた車両に出会えてもおかしくないと思うんですけどね。お、ちょうど来ました。100周年の相模線100周年のヘッドマークをつけた R1 編成トップナンバー編成です。ヘッドマークをつけたトップナンバー編成 R1 編成は寒川を発車していきます。道中何度か途中下車をしてようやく終点の茅ヶ崎に到着することができました。これで相模線は完了ということになります。ご存知の方も多いと思いますが、この205系は今年3月のダイヤ改正で消滅してしまいます。今回の動画はここまでとなります。ここまでご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。